ちは、キースジャガーです。2020年11月9日月曜日、昼の12時27分です。こんにちは。はい、今回の動画はドライブの予習0116番になるかと思います。今和歌山の方に来てるんですけれども、和歌山市内、和歌山市の、ね、北島っていうところで、ちょっとあの外れの方にいるんですよね。でこれから大阪の方に向かって帰っていくんですが、来るときは阪和道の和歌山北インターで降りました。で帰るときは和歌山北インターから乗って阪和道で帰ればいいんですけれども、なんかね新しく道ができてるようなので、試しに通ってみようかなということです。だからね、私がよく知ってるから教えて差し上げるという、そういうことではなくて、私も今初めてかね、それか通ったことあるのかもしれないけれども覚えてないぐらい通らない道っていうかね、一般道のご紹介していきます。多分何回か通ってるんですよね。でも和歌山の方まで来るっていうよりはだいぶ手前でね、阪南か泉南かなんか あの辺の配達に使ったことがあるよっていうだけで、どんな道やったかも覚えてないっていうぐらいの、まあ それぐらいのクオリティで申し訳ないんですけど、和歌山県の県道15号線ですね。これをまっすぐ行きますと和歌山の市街地、町の中を抜けて和歌山インターとかね、行けるんですけれども、ちょっと難所を通ります。県道15号線和歌山市内向け、これを早速もここでやめまして、県道140号線なんで撮ります。もうあと道なりに行くと阪和道の和歌山北インター陸地があって乗れるんですけど、新しいルートでご案内します。本当はそっちから帰ろうと思ってたんですが、来る途中にちょっとなんか一般道バイパス道路ができてるみたいなので、どんなんかちょっと走り心地を試しに行くんですよ。途中までしかできてなかったりしたらもう最悪ですけどね、高速でさっさと帰ってこんかいっていう話やけれどもね、繋がってもせんのに、300m先入り口入っただけで喜んでね、知らない山奥に放り出されたりとか、まあそういうこともありうる話なんですけれども、まあまあ今日はちょっと時間に余裕があるので、遊び半分で走ります。制限速度50キロの県道の割にね、すごく走りにくいんですよ。道がガタガタやし、幅は狭いし、そして来るとき思ったんですけど、土手があるんですよね。この土手の方に落ちそうな傾き方するんですよね。大型トラックなんですが、あんまり端っこの方走ると落ちそうになるし、はい、これです。国道26号線大阪方面バイパス無料と書いてる、これです。これ行くんですよ。大阪方面と書いてあって、方面には行くけども大阪に着くとは言ってねえぞみたいなことで、大阪のちょっと手前ぐらいでね、
行き止まりになったりとか、そんなことしないでみたいなことになるんですけどもね。これずーっとまっすぐ行きますと、だから和歌山北インター、和歌山インターと和歌山北インター何が違うって、あの和歌山北インターは大阪方面に向いて入り口はあるけれども出口はないとか、で和歌山方面に向いては出口はあるけれども入り口はないとか、まあそういう道路になっておりますので、よくお確かめになってからご利用ください。和歌山インターはどちら方向にも出口入り口両方ありますんで、カーナビも知らんねんな、これ道 U ターンしろっていうようなガイドになってます。要するにこの上走ってる道路に乗っかりたいんやけど、入り口があんのかな。岩出まで14キロ、肩まで12キロ。岩出とかもちょっと違うな。和歌山から奈良向きに走ってるみたいな感じになるんですかね。そんなんじゃなくて泉佐野向きに走りたいんですけど、300m先右方向です。続いて地図を見て確認したりとかせずに、あの看板見っけて大阪方面と書いてたから、じゃあ通ってみようかなみたいな、その程度に何も調べもしてないので、ちょっとどの辺に出るのかよく分かってません。はい、大谷という交差点。ああ道が新しいルートで、自動車専用と書いてます。バイクとかもちっちゃいやつはダメかな。新しいルートでご案内します。国道なんで有料道路ではないんですが、高速道路とかじゃなくて国道26号線バイパスみたいな感じなんですけど、自動車専用と書いてました。入り口のところでダメですよって書いてある車両の方は諦めてくださいと。制限速度60キロのようです。現在 65.7km ポスト、今のところが別にスタート地点というわけでもなさそうでしたね。三崎町とかあっちの方ちゃんと行くな。大丈夫です、これで合ってます。大学前駅と書いてましたね。中栄谷出口、平井ランプと書いてます。中でも栄谷でもなく平井なんですね。そしたら平井と書きゃいいのにみたいなツッコミどころがいろいろあるんですけど、現在和歌山の、和歌山市街の外れから和歌山北のあたりから大阪市内に向かって走ってます。泉佐野のやや南ぐらいに出てくるんじゃないかと思うんですけれども、来るときは阪和道じゃなかった、阪神高速から関空道というのに入って、泉佐野ジャンクションから阪和道に入り、それで和歌山北インターまで来たんですが、帰り道はいきなり阪和道とか関空道とかなしで、もういきなり阪神高速4号湾岸線泉佐野南入り口かな、その辺りから乗ることになるかと思います。それかね、阪和道のね阪南に入り口があったんやったら乗るかもしれないけど、大阪方面行きで入り口があったかどうかをちょっとうろ覚えなので、はい、大阪府三崎町に入りました。ここもね、大阪府泉佐野市とかじゃなくて三崎町なんですけど、市ではないという小さな自治体。新しいルートでご案内します。まだ他にもね、市ではないやつ、いく
かあるんですけどね、忠岡町とか、あれ忠岡郡やったかな、あと何でしょう、能勢の方は能勢町、およそ700メートル先、右方向です。千葉や赤坂村とかも、あれも富田林とか、なんか河内長野とかそんなんじゃなかったと思うんですけど、清志トンネル160メートル、この道路がね、片側一車線なので、渋滞された時にどんなことになるかですよ。まもなく右方向です。三崎町かどっかに配達行った時に、大阪から和歌山に向かって使ったことがあって、めちゃくちゃ渋滞して全然進まないみたいなことでも、使わん方が良かったなっていうぐらいの渋滞の仕方したかと思うんですけど、新しいルートでご案内します。渋滞せずにずっとこんな感じで走れるんであれば、高速代かからないし、阪和道とか関空道を回るとぐるっとね、多分15キロ遠回りになるかもしれません。これ直線距離でこんなにね、もう信号のない高速道路のようなバイパス道路、こんな感じで走れるんであれば、だいぶ時間短縮しそうやな。左方向です。道が新しいのでカーナビがちょっと分かってないんですけど、高校っていう高校があるみたいですね。左手に出てくるのかな。こんな山奥に作るかな。
和ランプ、イノワランプ、道の駅があるようです。この左のフェンス、そしたら高校なんか、これちゃうか、ゴルフの打ちっぱなしか、これ。あ、この前来たん、ここやな、この道の駅あるところ、ここで降りていったんだ。前って言っても2、3ヶ月前、いつ来たんかも、何しに来たんかもちょっと覚えてないんですけども、新しいルートでご案内します。景色に少し見覚えがございます。およそ300メートル先、左方向です。続いて左を、新しいルートでご案内します。反対車線もふらーっと降水量あるんですよ。朝の通勤ラッシュとかすごいでしょうね、多分ね。一車線しかないし。こういう道路たくさん作っていかないと、大阪と和歌山の行き来がすごく不便というか、今まではあの国道42号線ぐらいしかなかったんですけど、阪和道ができて、阪和道もあの一番南側まではまだ行ってないんですけども、途中で終わってるんですけど、まあそれでもね、あの今白浜とかあっちの方まで全部高速で全部行けますからね。昔はもう海南湯浅御坊道とか、あの辺が終点やったりとか、それができる前やったらもっと手前やったりとか、そんな時代にね、大阪から白浜に海水浴行くぞとか言ったら何時間かかるんやろっていう、まあそんなことやったんですけどね。阪南市に入りました。ないけれども、大阪の南港で、あの昔コンテナ引っ張ってた時は、大阪の南港でコンテナ出発して、で、あの高速道路ないし、乗るお金もないからって言って、全部下で、すさみやったか、串本やったか、あの辺まで行った時に、ね、あの距離200キロぐらいしか走らないんですけども、あの8時間ぐらいかかったかな。その200キロね、一般道を走るのに重たいんですよね。あの中国産の梅みたいなやつを、あれをその南高梅とか言って、和歌山のそっちの方でそのコンテナいっぱい積んであるから、20何トンかすっごい重たいやつを引っ張って、ボロいトレーラーで引っ張ってね、帰りはね8時間もかからないけど、行きはもうあの山越えなんですよ。峠道走るしかなかったんで、道路がね、あの高速道路みたいなのがなかったから、延々と国道を走って、まあ、平坦なところはいいんだけれども、何回か山越えがあって、そのたんびにでも20キロとか30キロしか出えへんわみたいな、もうアクセルベタ踏みでも全然スピード出ませんみたいな、そんなことにはなっておりましたけど、和歌山に限らず、ね、あの奈良とかでもそうだし、もうちょっと道路いっぱいできてもいいのかなと思います。京都なんかでも、ね、あの特に京都市内とかちょっと地下でもいいから、なんか高速作ってくれんかなと思いますけどね。京都の十条のあたりまでで高速道路ないんですよね、他に。まあ、五条まで行けば京都東とかあの乗れんこともないんだけども、
二条の方までとか、まあ、もっと上 の、 あの白川とかね、あっちの北側に行くの、高速降りてからの方が長いわみたいなことがすごく道路混むし、ね、あの距離も走らないといけないし、京都市内に入りますとどんどん上に登っていくのに高速道路で近くまで行けないもんだから、まあもうちょっと便利になってほしいなとは思います。あと 4.4 キロで左に曲がれみたいな、カーナビがやっと知ってる 道に出たみたいですね。さっき私が通っててあのカーナビが迷子になってるって言ってたところは多分新しくできたところなんでしょうね。で今ここら辺はもうもっと前からあるからカーナビが知ってる道っていうことで案内を始めました。いきなり踏切がありますとか言って注意してくださいとか、そんなことをねもう言われなくなるかと思いました。正気に戻ったようなので、まあ阪和道でねあの80キロでやっと走ればどうでしょうね、もうちょっと速いんかな。でもこれ60キロで走ってるけど止まらないので、途中信号があったりするわけじゃないので、これ相当速いんじゃないかな。ちゃんと時間測っとけばよかったね。まあ、 あの動画で私が何時何分とか何キロポストとか言ってるから、動画で後からだいたい所要時間何分で距離がどれぐらいある道路だっていうのがあの分かるんでしょうけれども、すごい下り分かった上で阪和道と比べてどっちが速いのとかどっちがお得なのみたいな、まあ お得なのはこっちですけどね、無料で走れてるんで。ただ今お昼の12時49分なのでこれぐらいしか交通量いないんですけれども、大阪から和歌山市内とか白浜の方とか旅行に行くときに、ちょっとあの和歌山インターぐらいまでは、泉佐野から和歌山インターぐらいまでは節約ルートで走ろうかなみたいなことで、関空道とか阪和道を使わずに一般道国道26号バイパスみたいな、これでタダで和歌山インターぐらいまでとりあえず行っちゃおうかみたいなことで、そんなにねあの時間差がなくて、30分も1時間も遅くなるんやったら高速乗った方が、ね、時間がもったいないわってなるかもしれないけれども、10分15分しか変わらんねんやったらありですよね。あと遅い車前にいた場合、ちょっとずっと一車線であの行くところもないし、出口もまばらにしかないのでイライラされるかもしれませんけれども、ビッグ通りとかこのゴルフセンターは見覚えがあるな。通りのあたり右の方に取っていくと、もうちょっと山の中に入っていったら阪南インターだったかな。およそ700メートル先左方向です。国道26号から臨海線にもうすぐ出れそうですけど、臨海線の前に県道63か、まあ、大阪府なんで大阪府道なんですけど言いにくいんで県道と呼ばせていただきます。およそ300メートル先左方向です。またしろ、またしろ来た。まもなく左方向です。この県道63号これ右の方を取るとあの和歌山方面となってますが、まあね狭いくねくねした峠道です。昔はあんなしかもう道がなかったんやけど、国道26号三崎町周りで行くか、
ね、その山越え、何峠やったかな、君峠とか言ったかな、ちょっと清志峠なんか、峠の名前忘れたけれども、いくつかあるんですよ、この63と、あと 何番やったかな、ちょっと30番とかあったかな、なかったらごめんなさい、ちょっとうろ覚えですけどね。ずっとまっすぐ行きますと、左手に関空が見えてきたりとかで、阪神高速4号湾岸線の泉佐野南かな入り口があって、泉佐野料金所をくぐるみたいな。私の会社のトラックはちょっと速度制限すごく非常に厳しいこと言われているので、全然飛ばせないんですよ。高速乗っても80キロの高速道路とかでも76キロ以上とか出したら怒られるだけじゃなくて始末書書かないといけなくなるんで、なので80キロの高速道路やのにちんたら走っとるなみたいな、72、3キロで走りやがってみたいなことに後ろ走ってる車はなるかと思いますが、どうせ飛ばされへんねんやったら一般道で今スムーズにあんだけ来たら、ぐるっと高速道路遠回りさせられること思ったら直線距離で一番無駄のない走りになったかと思います。実験成功かな、試してよかったみたいなことかもしれません。佐野市なんかな、泉南市なんかな、泉南かもしらんな、泉南市役所って書いてるか、泉南っぽいですね。これはこの辺全部泉佐野かなと思ってたけど違うみたいですね。泉佐野より南側ってもう和歌山なのか大阪なのかそれすら怪しいみたいな、飛行機が飛ぶところを見ながらバーベキューしたりするのかな。ジップロックじゃなかった、なんやろ、
ワイヤーでぶら下がって遊ぶなんかあれがありますね。ミニチュア版みたいなやつか。船難が右手です。船難ロングパークっていうか、だけじゃなくて海産物とか売ってそうですね。あの左手に。なんやろこれ、海水浴場になってんのかな。砂浜あったっけこんなとこ。岡田漁港が100メーターとか。ちょっと大阪寄りでね、あの泉さんの声で貝塚の方に行くと錦の浜というちっちゃい海水浴場があって、そこは1回だけ行ったことありますけどね。まあ大阪からわざわざ貝塚の海水浴場行くぐらいやったら須磨行く方がいいかなみたいな、まあ、どっちにしてもね、あんまり綺麗な海水浴場じゃないんだけど。手にあの関空に渡るあのなんとかブリッジ、リンクブリッジ R やったっけ、何やったかな、なんか渡る橋があります。長いやつが、私の動画でもそのリンクブリッジなんとかいうのは何回かご紹介してございます。33分、どっからカメラ回したっけ、北島のあたりか、北島から30分で来るのか。壱岐市もね、あの浜道を走ってる時に撮影して時間測っとけばよかったね。
海水浴でもないんやったらオートキャンプ場とか何すんねんやろね、あれ。あの辺だけでも砂浜にしてんのかな。公園 ここから泉佐野市に入ります。泉佐野南入り口まで 2.5 キロ。まだそんなにあんのか。もうあの観覧車とか見えてきたからもうすぐそこかなと思ったらまだ2キロほどあります。久しぶりに通るわけでもないんやけれども、あんまり興味を持って見てないからこんな景色やったかなという感じしますけど、仕事で通ることはあってもプライベートで来ないからね。この信号、これ左に行きますと連絡橋があって関西空港の方に渡れます。なんだっけ、リンクなんとかブリッジ R です。大層の名前がついたやつね。空連道臨海南これをこの信号から右に行きますと国道481号線日根野方面、ずっとまっすぐ行きますと上野郷で阪和道に入るのかな。阪和道入るまでに関空道の入り口2カ所ぐらい多分あるかと思います。途中に出口がなかったと思いますので、あの関空道の入り口に乗られた方は泉佐野ジャンクションのその泉佐野あれ上野号か、あの料金所入って、まあ、大阪方面行くか和歌山方面行くかしないと多分出口がございません。ブレーキもパン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 うるさいしあの
ポンコツ具合がすごいんですけども、120万キロぐらい走って一旦エンジン乗せ替えてるんですよね。で乗せ替えた後12万8128キロ今現在走ってございます。ここは泉佐野料金所かな、阪神高速4号湾岸線の泉佐野料金所です。9日月曜日です。週明けたばっかりなんだけどな、空いてるな。13時7分というこの時刻があれなんだな、たまたま時間帯的に空いてるのかもしれません。まあ、ちょっと予定外に撮影してしまいました。本当やったらね、撮影する気満々なんであれば行く時から撮影して行き帰りをご紹介しますみたいな動画にしてたかと思うんですけども、今日はちょっと撮影する気なかったんですが、先ほどの国道26号バイパスを試しに通ってみた結果、まあまあ使いやすい道やったなという印象です。あれがね、だから通勤ラッシュとかでもう大渋滞で全く進まないよっていう、そんな大惨事みたいなことになってしまった時にものすごく後悔するんでしょうけどね。まあそういうのもちょっとあるもんだと思っておかれた方がよろしいかと思います。片側一車線だから追い越しもできないし、まあ目の前で事故とかされたりしたらいきなり通行止めになったりとか、そんなこともあるだろうし、そして朝の通勤ラッシュとかで、ね、何々ランプ途中でその出口があるからって言って降りようと思っても、そういう車が何十台何百台とつながって、ね、狭い県道に降りていったり狭い国道に出ていったりということであれば、1回の信号で何台ずつしか進まないわみたいな、そんなことでもう本線までずらっとつながって全く動かないよみたいなことがあり得るんですけども、はい、今貝塚のこれ錦の浜の海水浴場が左です。左手に泉佐野市から貝塚市にそろそろ入るんですけど、ちょっとこのね防風板みたいな防音壁かこれがあるから見えないでしょうけれども、左側はずっと砂浜です。錦の浜の海水浴場ですという言い始めてからずっとしばらく錦の浜公園、スマートどっちがでかいやろな、こっちの方が多分ちっちゃいと思うよ。おそらく岸和田とか貝塚とか泉佐野とかの人がごった返す海水浴場ですよ。まあこんなところでいいか。阪神高速4号湾岸線の動画はまた別の機会ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いいたします。失礼します。